こんにちは everybody。 今日も楽しくですねチェロキーの方やっていきましょう。今日この動画最後まで見ていただいたらですねアドリブがかなり柔らかくなります。そしてですね自分に制限をかけることでですねアドリブに制限をかけることでその制限を解除してあげた時にかなり自由にアドリブ吹くことができるんですね。ぜひその方法を伝授させていただきますんでですね最後まで見ちゃってくださいませです。なんてなんてやアドリブが柔らかくなるのか、それめっちゃ楽しみやな。どんな感じでやるねんな。そうなんですよ、アドリブに制限をかけて解除するとかなり柔らかくなる感じですね。まずはですね半音しか使ったらダメっていうルールを設けます。その次にですね半音は OK、 全音まで OK っていうような感じにしていきますね。それだけでですねかなり柔らかくなってですねアドリブも自由自在に吹けるようになるんでですねぜひエブバリこの機会にマスターしちゃってくださいませです。それでは一つ一つ解説していきます。ぜひエブバリこの機会にマスターしちゃってくださいませです。見て天気の来てくれてです。わわわわわわ。ではまずですね、前回ミーファーソーまでっていうくくりにしたんでですねミーファーソーを転がすっていうんじゃなくてですねミーファーソーラーぐらいまで転がしてあげましょうかね。で半音しか使ったらあかんことです。半音しか使ったらダメ、例えばですけどミーソーとかね、これ3度ですね。ミーファーソーなんで3度ですね。これダメなんですよね。これダメですね。半音しか使ったらダメなのでミーからソーまで行きたいときは半音を使ってあげる。ミーファーファのシャープソーみたいになりますね。ミーからラーまで最初は OK としましょう。みたいな感じになりますね。必ずソーラーって、例えばソーからラーに行きたい時でもですね必ずソーソーのシャープ半音であるソーのシャープを通ってからラーに行くっていうそんな方法ですね。みたいな感じで、まあ次はラーからレーぐらい、ラーからレーぐらいまでですね。この時もラーレーっていくのはですねラーシードレー、これ4度なんでアウトですね。ダメですね。ラーからレーまで行きたい時はラーラーシードドレー、ちゃんと半音を通ってあげるっていうルールです。みたいな感じですね。みたいな感じですね。ラーレーまで行ったんでその次はドーファーぐらいの間で転がしてあげるみたいな感じですね。この時もドーミーって行きたくても必ず半音を通ってあげる。ドードーのシャープレーレーのシャープミーみたいな感じになりますね。みたいな感じになります。でそれが終わったらですね今度は半音は OK っていうことに、半音も OK で全音も OK っていうことにしてあげましょう。全音を OK にするとこんな感じになります。もう一回ミーファーソーラーの圏内を転がしてあげるっていう低いレンジからですねやっていきましょう。この場合はミーファーソーって吹いてもファーとソーっていうのは全音の関係なんで大丈夫ですね。さっきまではファーソー全音も半音しか使ったらダメだったんでですんでミーファーファーソーが正解やったんですけど、今回はミーファーソーもファーソーっていう関係全音も落とします。ほんならこんな感じになります。ラーからレーまでも見ていきましょうか。
みたいな感じになりますね。ちょっと早い音源で見ていきましょう。どういう感じになるか。Okay, look at it on. Yeah, yeah.ですね、早いテンポでも見ていきましょう。まあ、参考程度にですね、まず最初はミーファーソーラーの間をコロコロ転がしてあげる。ただし半音しか使ったらあかんことですね。その次はミーファーソーラー、半音も OK、 全音も OK っていうことにしてあげます。こんな感じになりますね。では言っときましょう。ミーファーファーソーソーソーファーソーソーラーみたいな感じですね。いきます。Let's get it on。全音も OK ということにしてあげましょう。半音と全音も OK です。それでは音域を上げていきます。徐々にソーラシドですね。ソーからドの間をコロコロ回してあげる。半音だけですね。半音全音も OK なことにしましょう。 OK、 解除です。あげます。半音だけですね。半音以上動いたらダメっていうルールです。マチキリの。全音も OK なことにしましょう。行きましょう。ではドレミファぐらいですね、行っておきましょう。半音だけです。全音も OK なことにします。いかがだったでしょうか。ちょっと半音っていうのがですね、なかなか難しいかもしれないですね。普段のアドリブで半音ばっかりっていうのはなかなか使わないんですけどですね、まあ、そういったアドリブの中に制御を設ける。でその制御を解放してあげることでですね、かなり柔らかいソロになると思います。でですね、さっきの制御があった時よりもですね、だいぶ楽に吹けるようになるんですね。半音だけでもかなりの制御ですけど、で全音の
やつはまあより実践的ですね。かなり実践的ですね。先日ですね、この方法をですね、まあピアノの人なんですけどですね、まあやってもらったらですね、まあ、その人はちょっと手癖が多いからそういう風に言うたんですけど、最初はですね手癖が出て、ああしまったって言って言ってるんですけどですね、それを意識ずっとしてるとですね、徐々に半音全音だけでですね動けるようになってきてですね、かなり柔らかくなってですね、その後の演奏もですねめちゃめちゃ飛躍的に伸びました。そんなわけでですね、騙されたと思ってですね、半音だけっていうのと全音も OK っていうのをですね交互にやってもらってもいいですし、もう最初から全音っていう風にやっといてもらっても大丈夫ですね。まあ左のりもですねちょっと調子悪いなとかですね、バテてきたなみたいな、そういう時はですねこの方法実践でも使わせてもらいます。リアルのコンサートですでもですね、次の2コーラスは半音だけで動こうとかですね、次の2コーラス、次の16小節は全音半音だけで動こうみたいなね、そんな制限を設けるとですねスタミナの方も意外とついてきてですね、ほんでプレイもアドリブもかなり柔らかくなってですね、すごいいいんですね。ぜひエブバリこの機会に試してみちゃってくださいませです。せけどあれやな、自分に制御をかけて、ほんでそれを解放するっていうのもすごいいいかもしらんな。まあ他にもな、制御のやり方な、いろいろあるからな。ぜひだろれあれやな。ところで11月でチェロキー終わりなんてほんまなんか。そうなんですよ。一応ね、11月いっぱいでね、まあ、チェロキーの方は一旦もう70動画以上も出してますしね。でまあ12月はちょっと演奏の方をですね聞いてもらって、で1月からはですねもう一度基本に忠実にですね、基本的な、まあ、吹奏楽とかオーケストラの方々でもですね楽しめるような基礎講座をちょっとやっていけたらなと思ったりしておりますですね。ぜひ末永く応援よろしくお願いしますです。応援よろしくお願いしますです。今日の動画良かったねと思っていただけた方は、どうかいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いしますです。コメントにてね、コメントくれるとねめっちゃ嬉しいですよ。でね、ひだのりっちはね群馬県の館林っていうところにいます。館林ってめっちゃ暑いところで、リアルレッスンもねこちらの方でやっておりますんでね、ぜひねご検討くださいませ。オンラインレッスンはね随時募集中でございますんでですね、ぜひエブバディご検討くださいませです。それでは最後まで見てくれてめっちゃ天気のありがちでした。見て天気わん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 。それではエブバディめっちゃ天気のありがちのベビーガッチュです。 Thank you。